又市誠二さん、はい、社民党の又市です、えー。今回の、今回でですね、3度目の文献一括をということでありますが、政府がまあ義務付け、枠付けを外して、文献はするけれども、遺憾に必要な財源が自治体に保障されないために、一部の自治体では公共の医療や介護や、保育、あるいは障害福祉などが縮小したり、 あるいは住民サービスが低下をし、過疎化する実態が起きてきましたし、また起きる懸念が今後ともあるということでもあろうかと思います。ですから、2010年の4月と8月、この一括法の審議の中で、この総務委員会はですね、付帯決議をつけて、えー、権限異常等に伴って、財政措置や自治体の施設や公共物の設置管理の水準が低下しないように、ということをまあ求めてきました。 今日も後ほど付帯決議予定をされておりますが、その財政措置の問題などを入れております。政府はこれにどういうふうに、えー、答えてこられたのか、まずこの点から伺います。 新内閣府特命担当大臣今あの、ご指摘ありましたように、この権限以上に伴う的確な財政措置、まあ、こういったことがあ付帯決議等で求められております、したがってその事務の維持を受けた市町村に対しまして、地方国税や国庫補助金による所要の財源措置を行っているということでございます。又市政治君、まあ、そののことを踏ままえて、えー、今回の、まあ、法案に入りますが この文献一括法案によりですね、超独立行政法人が大きく変わり、えー、条文の半分以上が改正または新設、されるわけですね、これ。で、えー、自治体のですね、公共責任、えー、あるいは公的責任、公共サービスを営利企業に委託をしたり、住民に責任を負わない民営事業に変えた後に、 この値上げやサービスの縮小、低下、あるいは撤退、えー、人命に関わる事故などというものが、まあ、起こっていることはご承知のとおりであります、で公務を独法化したことでも、ですね、えー、同じ懸念があるわけであります、そこで2つお聞きをいたしますが、現在までに設立された地方独法はいくつあって、ですね、公務員から独法に身分を移された職員の数、 と同時に、移、え、管、ー、されずに職を離れた職員というのはどの程度いるのか、これがまず第一問。二つ目に、えー、現行法ではですね、特定独法から一般独法への、まあ、移行はできないことになっています、えー。これはまあ当然、業務の公共性、えー、継続性、職務分の公,共公務員性を担保するということのためだろうと思うんですが、この点は確認をいただきたいと思います。餅月自治行政局長。 お答えいたします。地方独立行政法人でございますが平成25年4月1日現在で全国に現在111の法人がございますご質問のようにあのご指摘のございましたあの設立に際しまして地方自治体から法人に身分を移管された職員あるいは移管されずに職を離れた職員 こういった集計は私どもでいたしてございませんが、現在設立されております111の法人の役職員について見ますと、地方自治体を退職いたしまして、法人に勤務しているものは1万7729人となっております。次に、現行法では、え移行の 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行の手続きはないわけでございますがこれは制度の制定時約10年前でございますがこの時点におきましては特定地方独立行政法人いわゆる公務員型、それから 一般地方独立行政法人、いわゆる非公務員型の別は、設立時に設立団体によりまして、慎重に選択されるだろうと、まあ、そういったことから、設立後の移行手続きを設けると特段の必要はないと考え、このように整理されたものと承知をしております。馬元来、独法はです、ね、公務部門を切り分けて、公共サービスの新たな担い手として設立したはずなわけですね。 ですから、病院や大学などはですね、地域に安定的に存続し続けてこそ、意義がある、いうことでありまして、そういう意味で独法にしたはずです。だから、この解散の条文はですね、前からありますけれども、一度も事例がないというのはそういうことだと思うんですね。で、今回は、合併による消消、合併による消滅を申請する、いうことにもなっているわけですが、これは当該の公共サービスをなくすためなのか、いや、そうではなくて、 えー、そうじゃないのか、この改正によってです、ね、公共サービスの縮小、あるいは職員の区切りになってはならんわけでありますが、この改正の意図を明確にしていただきたいと思います新藤大臣。えー、あの今回のこの手続きにつきましては、ですねこれは公共サービスの提供をなくすとか、低下させるということではございません。そうではなくて この行政サービスの提供を一層効率的かつ効果的に実施するために、法人を合併することが適当な場合に、その行政サービスを中断させることなく、円滑にこれを実施できるような、その必要な手続きを設けたものであると、このように考えておりますた一誠二君。さて、そこであの時間がありませんから、少し本当聞きたかったんですが、次に職員の身分の問題について伺っていきます。公務員だったのに独に独法なり さらに特定独法からあ一般独法への移行となれば、この職員の身分を非公務員型へと、まあ、一層不安定になることは、まあ、必要なわけです。改正法改正案の第67条の2ではですね、特定独法の職員であるものは、別に事例を発せられない限り、変更後の一般独法の、限り変更後の一般独法の職員となるとはあるわけですが、 この移行の際に本人の承諾しない移動なり、ですね、あるいは文言免職で、独法職員としての身分を奪うことはないんだろうと思いますが、そのことをまず確認願いたいと思うんです、また、万一解散の場合、さっきの話、解散をする場合も当然、元の自治体に戻すんだろうと思うんですが、この点、お答えいただきたいと望月政局長え、今回の改正でございますが、 一般地方独立行政法人、いわゆる非公務員型への移行に際しまして、職員の身分取扱いに関する規定を設けまして、特定地方独立行政法人、いわゆる公務員型の職員であったものは、別に事例を発せられない限り、一般地方独立行政法人の職員として、引き続き身分を有すると、保有するということを明記しております、まあ、別に事例を発せられる場合とは、まあ、例えば、えー、元の地方自治体に戻るための事例といったことが考えられると思います。 なお一般地方独立行政法人への移行に際しまして職員の雇用労働条件といったことは大変重要な事項と考えますそれぞれの法人と労働組合の間で十分に協議が行われまして職員の雇用や労働条件につきまして配慮がなされるものと承知をしておりますまた解散する場合でございますが解散の場合といたしましては法人の業務を地方自治体がまあ自ら行うと 再度行おうといったことが判断された場合などが考えられます、こういった場合、解散の対応はさまざまであろうかと存じますが、法人の職員の身分取り扱いは、一義的に定められるものではないと思いますが、職員の雇用の安定を確保することは大変重要でございまして、それぞれの法人や設立団体におきまして、適切に対応すべきものと考えますまた一誠二君。 そこのそれぞれの職員組合と,とおっしゃったが、ないところがあるんだよね、当然のこと,として、そういうところもあるんだから、これはなんか労働組合がそこにあれば、交渉すら何でもいいというふうに、そこは見過ごしてしまうと大変なことになるんで、えー、やはりそういうことのないように、どうやって法的に、あるいは行政指導などでも縛っていくかということが大事なんで、そうしないと、まるで一方的に切られていくということは、怒り声なわけだから。 ぜひその点はしっかりと受け取ってほしい、受け止めておいてもらいたいと、このように思います。そこで、あの、次に厚生労働省関係をお聞きをいたしますが、この一括法案の第36条でですね、出している今回の介護保険法改正には、厚生労働省令による基準の遵守が、えー、伴っているのでですね、新たな文献は自主的に少ないようですけれども、改正部分の外で大きなあ危惧が叫ばれている。 こういういものがあります。その一つは、要支援を介護保険財政の枠から外してしまえ、こういう意見が審議会の一部から出てると言われるわけであって、現在の要介護度、7階級別の受、ね、給者は何人おられるのか、また制度創設以来、全階級で増えていますけれども、要支援はどうなっているのか、この点、まずお答えいただきたいと思います。厚生労働省原老健局長。 お答え申し上げます。平成二十四年四月末における、これ、要介護度別の認定者数でございますけれども、要介護度五が約六十一万人、要介護度四が約六十七万人、要介護度三が約七十二万人、要介護度二が約九十五万人、要介護度一が約九十七万人、要支援が二が約七十一万人、 養子園一が約六十九万人となっております。また、制度創設時からのあの比較でございますけれども、えー、全体としては平成十二年四月末から平成二十四年四月末にかけては、約二百十八万人から約五百三十三万人、 に増加をしております。一方、要支援でございますけれども、平成17年の法律改正で、区分の見直しを行っておりますので、ちょっと単純にあの、制度当初と比較が困難でございますが、その改正の計画期間が過ぎた平成19年4月末、これと平成24年4月末を比較いたしますと、約105万人から約140万人の34%の増加と、 ということになっておりまして、えー、他の区分と比較しますと、伸びは大きくなっております。また一誠司君。まあ、今、お答えあったように、要支援1とですね、2で約140万人、えー。この人たち予備軍をですね、より重い介護状態にしないために、要支援サービスを始めたわけですよね。ところがね、実は要支援の中にも、行政の締め付けで、 実際上は要介護からランクを落とされた人もいるわけですよ、これね。それも御承知だろうと思う。その要支援者はをですね、介護権から追い出せっていうのは、もうとんでもない話で高齢者って余し討ちみたいなもんでね。こういうことだと思うんですよ。そんなことにならないのかどうか。ねここのところはどういうふうにお考えなのか。それからもう一つ、厚生労働省はですね、特養の個室化推進をまあおっしゃるんだが、自治体は 金がないから無理だと言って、ですね4人部屋などをまあ一生懸命増設している、こういう実態が今、今日起こっているわけでしょ、これも文献だから仕方がないということでいけるのかどうか、これ、厚労省、どういうふうにですね、こ,のこういうふうに処分はむしろ解約していくか、こうなってしまう、こういうことに対してどうしようとしているのか、その点を2つ合わせて、ですねしっかりとお答えいただきたいと思。原老健局長 まずは、あの、養子縁者に対する給付の問題でございますけれども、社会保障と税の一体改革におきまして、介護保険料の増加を抑制するため、給付の重点化、効率化が求められていることから、軽度者に対する介護給付の見直しについても、検討事項の一つとなっております、えー。現在行われている議論は、養子縁者に対して介護保険の給付を単に切るということではなく、市町村が介護保険の財源を使っ,て使った、 地域支援事業というのはございますけれども、この事業を実施することによりまして、配食や見守りといった、インフォーマルなサービスや民間サービス等の地域の資源も十分に活用しながら、養子園の認定にまで至らない方々も含めて一体的に、市町村が、あの、軽度者に対し,対して、介護予防や自立支援を効率的、効果的に行っていってはどうかと、こういう議論でございます。まあ、いずれにしましても、 地域の受け皿の整備などの課題がございますので、幅広い議論が必要であると考えております。厚生労働省といたしましては、今後、社会保障制度改革国民会議の議論や、社会保障審議会、介護保険部会の議論を踏まえながら、検討してまいりたいと考えております。もう一点、特用の個室化の問題でございますけれども、ご指摘のとおり、特別養護老人ホームの居室定員につきましては、 第一次地方文献一括法によりまして、地域の実情に応じて条例において異なる基準を定めることができることとされ、自治体の判断で多少室の整備もできるようになっております。厚生労働省といたしましては、個室ユニット型特用の整備を推進しているところでございますが、個室ユニットは多少室と比べて利用者負担が高く、低所得者が利用しにくいといった指摘もございます。また、 多少室を整備する場合であっても、入居者のプライバシーの確保について、一層の配慮、工夫が求められていると考えております。今後の特用の整備に当たりましては、このようなさまざまなご意見があると思いますので、それらのご意見をよく聞いて、対応してまいりたいと考えております。た一誠二君、まああの。基準、水準を落とすんではね、これ、文献の値打ちは全くないんですよ、これはね。 2年前の第二次文献活動に際してね、保育の基準である園児一人当たりの面積であるとか、従業員数、あるいは、あこれを文献化で低下をさせるなこの委員会で散々パラ議論したんですね。結果として厳密に従うべき基準として維持されることになった。厚労省もそういうふうに対応した。しかし、保育の要求はますます増えてですね、一方では、質が保障された認可保育所を追求する運動がまあ広がっているわけです。 しかし他方では、この劣悪な条件の民営ビジネスや、あるいは東京都が、えー、国基準から下げたあ認証保育所などが、まあ、併存している。こういう状況があるんですが、厚生労働省だけではなくて、全ての府省がですね、文献をぜひ国民の豊かな暮らしの方向に結びつけてもらいたい。このことを強く申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。